皆さんこんにちは、竹田塾教務長の中森です。本日はですね、大阪府にあります竹田塾難波校にやってまいりました。こちらも難波駅の出口すぐにあるこのビルにありますので、早速見に行きましょう。はい、竹田塾難波校をやってまいりました。それでは早速中を見せていただきましょう。こんにちは。こんにちは。本日はいろいろ見学させてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、竹田塾難波校、いろいろお話を伺っていきたいと思います。ではまず自己紹介をお願いします。はい、竹田塾難波校校社長の塩野と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、竹田塾難波校のいいところってどんなところになりますか？はい、竹田塾難波校では、はい、授業をしないで、はい、生徒たち一人一人が参考書を使った自学自習ができるようにサポートしています。はい、で毎週特訓を行うことによって、はい、この生徒は本当に内容を理解できているのかなっていうことをチェックしたりだとか、はい、竹田塾のルートを使って、はい、志望校に合格するための勉強のカリキュラムを日々管理しています。はい、実際その、下野先生自身が、はい、ご自身の体験でやっぱその、はい、自分で、授業を受けないで勉強し始めたってことだったんですが、その経験を踏まえてやっぱその足りないところをこうサポートするとか、自分だけでやるのが難しいところを竹田塾サポートしているようなイメージですかね。そうですね、はい、学校で授業を受けても伸びないっていう子であったりとか、はい、今までその予備校で授業を受けても伸びなかったっていう子に、はい、自学自習ってこういうふうにするんだよって教えてあげることで、みんな実力を伸ばしてくれていますね。なるほど。はい、はい、では続いてなんですけれども、難波校の強みってどんなところだと思いますか？そうですね、難波校の強みですと、はい、まず一つは、はい、生徒と講師と、であと我々スタッフの距離がすごく近いところかなっていうふうに思ってます。生徒がですね、すごく学校のことであったり、いろんな、はい、たわいもない話、勉強以外にもそういう話をすごくしてくれる、そういう雰囲気のある、はいはい、ところが魅力かなというふうに思っています。講師の先生方も4年以上やってはるベテランの先生が多かったりですとか、はい、大学も京大であったり神戸大学であったり、はい、国公立の先生から同志社の先生までいろんな大学の先生がいらっしゃるので、はい、いろんな生徒の方に対応できるのが強みかなというふうに思っております。はいはい、これ難波校自体は開校はそんなに割と結構新しいじゃないですか？あ、そうですね。じゃあ他の校舎でも結構指導経験がある先生がいるってことなんですか？はい、そうなんですよ。開校にあたって、そういうベテランの先生方に来ていただきまして、はいはい、特訓を行っていただいています。なるほど、ありがとうございます。では続いてなんですけども、この難波っていう街、実際僕も下歩いてきたら駅とりあえず多いなっていうのがあったんですけど、これどういう街なんですか？そうですね、やっぱり難波って、すごく有名な街ですし、はい、大阪で屈指のターミナルの駅なんですけれども、はい、地下鉄も3路線通っていますし、はい、それ以外にも南海線であったり、はい、JR であったり、はい、近鉄であったり、はい、いろんな路線が通っているんですよね。はい、大阪市内の高校であったりとか、はいはい、そういった方からの問い合わせが来るんですけれども、はい、それ以外にも南の方から通っていただいたり、はい、東大阪の方から、はい、来ていただいたり、本当にいろんなところから生徒さんたちが来てくれる、はい、そういうエリアだと考えています。じゃあ結構その高校こっちにあって、で難波で自習してから帰ってくみたいな。そうですね、そうですね、はい、高校帰りに、はい、寄ってくれて、でそのまま電車に乗ってお家に帰っていくという、そういう子たちも多いですね。なるほど、ありがとうございます。でちょっとその実績の部分なんですけれども、合格実績みたいなものって何かあったりしますか？そうですね、はい、難波校実は今年度が2年度目、はい、2期目になるんですけれども、はい、早速昨年はですね、はい、大阪大学のであったりとか、はいはいはい、あとは同志社大学をはじめとして難関大学の合格者も出てくれましたし、はい、それ以外にもですね、しっかり竹田塾で、はい、偏差値を伸ばして逆転合格を果たしてくれた生徒が数多く出てくれました。はい、それでは最後の質問になるんですけれども、はい、塩野先生 の, この校舎での目標みたいなものって何かありますか？はい、はい、そうですね、やっぱり、はい、一番の目標は、はい、入塾してくれた塾生全員が行きたい志望校に合格してくれる、うん、それができるようにサポートしていくというのが一番ですね。はいはい、でもう一つ付け加えるとするならば、はい、大学受験っていう人生の
イベントを通して、はい、まあ、何かあの苦手なことができるようになったとか、まあ、あるいは、まあ、自分に自信が持てるようになったとか、まあ、そういうふうなあのいい体験をして、まあ、大学に入ってからそれ以降の人生にもいい影響を与えることができるような、そういう塾を目指してやっていけたらいいなというふうに思っております。ありがとうございます。それですね、引き続きあの校舎の中の紹介とかさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず自己紹介をお願いします。はい、徳永光平と申します。はい、現在は同志社大学の法学部に通っています。はい、ありがとうございます。先生は何の科目を教えてますか？はい、英語と国語と日本史を教えています。はい、その科目の中で生徒指導するときに結構口酸っぱくして言ってることって何かありますか？はい、確認テストの分析というのもそうなんですが、はい、例えば個別指導の中で参考書の内容について少し違う視点から聞いてみたり、あるいは生徒にその参考書の内容を説明してもらうというふうなことを通じて実際に理解できているかというふうなのを確認しているようにします。なるほど。では続いてなんですけども、まあ、あの受け持っている生徒について、まあ、勉強を通してなんかこんなことできるようになってほしい、学んでほしいみたいなことってありますか？はい、生徒に学んでほしいこととしては、はい、現状をまず自分の現状を分析して、はい、その後にそれを改善につなげていく、でそれができるようになったらまた次の現状を分析してそれをまた次の改善につなげていく、このサイクルをできるようになってほしいと思っています。なるほど、ありがとうございます。それですね、最後なんですけれども、先生が今受け持っている生徒についてなんか今年こういう目標みたいなことってありますか？はい、生徒全員の第一志望の合格というのはもちろんそうなんですが、はい、受験が終わった後にも、はい、例えば自分で分析してそれを次につなげていく、こういうふうなことができるような人になってほしいなと思っています。わかりました、ありがとうございます。はい、それではまず竹内塾を知ったきっかけを教えてください。はい、竹田塾を知ったきっかけは、はい、YouTube を自分の中で何か勉強するのにないかなと探していた時に見つけたことがスタートです。実際に通ってみてその自分の勉強が良くなったなと思う点ってありますか？はい、自分の経験からですと、はい、この自習室の環境がすごい良かったので、はい、勉強をするための生活の習慣っていうのが身についたこと、もう一つはですね、先生との対話のしやすさによる自分の苦手分野の克服が大きいですね。はい、結構もう本当にちょっと詰まったらすぐに相談に行ってるみたいな。あ、そうですね、もう何なら一問一問とか、はい、一単語一単語でも自分が持ってる単語帳とかに載ってないやつとかは先生に聞きに行ったりとか、はい、自分で調べるだけじゃなく先生に頼るっていうのができるのがすごく大きいです。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、志望校って決まってますか？はい、早稲田大学か同志社大学です。はい、このまま頑張っていけばいけそうですか？絶対受かります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではまずですね、竹内塾を知ったきっかけについて教えてください。はい、私もともとカナダにいまして、はい、それで自分のレベルからスタートさせれる個別の塾を探していた時に、はい、ネットで竹田塾を見つけてとても興味があったのと、はい、実際に帰国した時に竹田塾に通っている友人に話を聞いた時にとてもいいっていうので竹田塾いいなって思いました。なるほど。実際に通おうと思った決め手って何だったんですか？やっぱり周りと比べて受験勉強を本格的にスタートさせれた時期が遅かったので、はい、その中でも自分のレベルからスタートさせて合格させれるカリキュラムを作ってもらえるっていうのがすごくいいなと思ったので本格的に通おうと思いました。はい、実際通ってみてなんか自分の勉強良くなったなとかって思うところってありますか？はい、今まで自分でもう勉強してる中で、はい、やっぱりどの教材を使えばいいかとかっていうのが分かっていなかったので、はい、不安なまま勉強していたんですけど、はい、ここに来て明確にどの教材をどれぐらいやればいいっていうのを教えてもらうようになったので、はい、効率的に勉強進められるようになりました。はい、ありがとうございます。ちなみに今志望校でも決まってますか？はい、神戸大学です。はい、ありがとうございます。このまま頑張ってれば合格できると思いますか？はい、合格します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。志望先生、はい、こちらが竹田塾の指導を行う通称特訓スペースですけれども、はい、本当に入ってすぐのところにありますね。うん、そうですね、はい、結構やっぱりその保護者の方とか生徒さんが受験相談に来られる方いらっしゃるじゃないですか。うんうんうん、これ見てなんか結構どんな感想を言ってらっしゃいますか？あ、そうですね、はい、やっぱり来ていただく、まあ、生徒さん、はい、保護者様の中には、はい、竹田塾って何をしてるんだろうって、はい、まあ、そういうところから知りたいという方もいらっしゃいますので、はい、まあ、こうやって1対1で特訓を行っているというのをですね、実際に見ていただくことができますし、はい、まあ、そういうのを実際に見ていただくことによって、はい、まあ、安心感を持っていただけるというふうに思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、下野先生、はい、こちらが面談を行うスペースですね、はい、ここに、まあ、生徒さんと面談とか保護者さんと面談やっていらっしゃると。そうですね。竹田塾って、まあ、無料でやれる受験相談ってあるじゃないですか、はい、あれで結構そのなんかよく最近される相談って何かありますか？うん、そうですね、はい、まあ、すごいいろんなあの相談していただくんですけれども、はいはいはい、今から勉強何をしたらいいのかわからないっていう相談とかが多いですね、はい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 、でまあそういうのを聞いたらあの竹田塾のルートにのっとってこういう順番でこういう参考書をやるとあの志望校合格できるよっていうことを示してあげていますね、はい、実際それ聞いて結構皆さんスッキリして帰っていかれますか？あ、そうですね、やっぱりその何を勉強どうやってすればいいのか迷わずに済むってすごくあの納得されていますね。なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。志望先生、はい、こちらがまあ自習室ですね、はい、はい、自習室ちなみに何席あるんですか？はい、32席あります。なるほど。難波の町の特徴みたいなところで、はい、結構生徒さんが、まあ、学校帰りによるみたいな話だったと思うんですけど、はい、結構夕方からもう皆さん自習に来るんですか？あ、そうですね、学校が終わってからみんな、はい、あの自習室に来て勉強してくれていますね、はいはい、やっぱその結構自習習慣というか、うんうんうん、もう自習してから帰るみたいな生活リズムが身についた子も結構多いんですか？うん、あ、そうですね、やっぱりなかなか自分一人では勉強できないっていう生徒さんが、はい、まあ、自習室に来て毎日勉強してくれるようになったっていう、はい、風になってくれています。なるほど、はい、ちなみに自習室は空いてる時間は何曜日の何時から何時までなんですか？あ、はい、月曜日から土曜日までの、はい、お昼の1時から夜は10時まで空いています。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは最後に一言メッセージをお願いします。はい、竹田塾難波校ではどんな受験生のどんなお悩みも解決いたします。竹田塾難波校でお待ちしております。